はい、皆さんこんにちは、アジでございます。ヒーさんで三国志13、後日談ですね、やっていきたいと思います。もうヒーさんなんでね、お亡くなりになって何年経ってんだろうあれヒーさんはいつお亡くなりになったかなというような感じもあるんですけども、さあもうね、歴史というかな、三国志の武将っていうのはもう一人しか、要塞さん。まあ彼も真の人間でしたよね。ですからもう義語職に絡んだ人は一人も残っておりません。まあかろうじて要塞さんが楊彪さんと同族だというまあ楊彪さんめちゃくちゃ昔ですけどね、そんな感じでやっていきたいと思います。さあ進めていきましょう。早速ね、どうなりますか。同志は2人、ちょっと見ましょうか。今の1,2,3,4,5,6,7人、7人ですね。しかも人在野だもんねもう非正だけで中華がなっちゃったというわけで、じゃあ送っていきましょうか。それとね、今のところね、実はこれ収録はね、ちょっと先延ばしになって火曜日にしております。今ね、全パートまで日曜日にやったのかな。でちょっとね残しておいて、今日火曜日仕事から帰ってきたところです今ね。さすがにね、今日は13日ですね。13日なのでもう盆真っ只なので人少なかったですね。まあ、帰りは結構いましたけど、朝もうめちゃくちゃ人少なかったですね。まあただね、私の行ってる事務所はね、事務所のビルは電気ついてましたけどね、まあきっと私が来てないだろうねとか思いながらも、まあコツコツと仕事やってましたけどね。まあまあ今日はね結構いいとこまで行きましたね。目処立ちましたので、もうね、いっぺん目処が立ったらね、もうやる気失せちゃったねもうこれ今度っていうこれもう明日か明後日っていう感じでもう帰ってきました。まあでもなんとかなったな、よかったよかった。というわけで、さてこうなった、はい。であとね、あまりクレーム、まずクレーム来なかったので、このあの朗読をちょっと続けようかなと思います。それでは行きましょうか。早速ね、ちょっとお待ちくださいね。さっき準備しときなようなんですけども、こんな感じかな。これ見えないんですよね。どうしたらいいんでしょうかね。こうだね。こう。ごめんなさいね。ぶつ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 言っちゃって。ちょっとね、本当に火が遅れてるかどうかわかんなくてね。それでこれでいきましょう。あら、なんか出てる。よいしょ。じゃあいきますね。五段落下名からですね。総評は、呆然と怒って。乗れ、何とっては我を恥ずかしめるか。よくも衆の前で蹴ったなと。これ衆って言うんでいいのかな、大衆の衆ですね。沖縄って詰め寄った。張飛はその顔へ虹のような酒の息を吐きかけたすごい形容だねこれね。虹のような酒の息、もうほぼ霧で出てるような感じなんですね、きっと酒がね、口からね。桁をしたが悪いか、なんじゃ文官だろ。文官のくせに大将たら俺に向かってちょこざいなことを申すから、懲らしめたまでだと。総評さんが文官扱いになってるんですね。はい。友の中言は、ちょっと待ってね、これ、続見とかないといけないわ。まさか強に行きそうになったらね、これやばいな。これね、いや今私思っちゃったのね、万が一ですよ、この間で続出ることあんのかな。出たとして5に行かれたらやばいので防衛しないといけませんね。となると我々剣業に向かいましょうか。戦としましょう。あ、感触で与えれるよね。あ、無理だ、無理なんだね。じゃあ我々首都を変えましょう。移動命令ね。剣業にてもし賊出たらね、やり合わないといけないよね。あ、これじゃまずいや。
ひぼっちゃんはね、なかなか、あ、でもみんな闘争高いね。あれ？この人？この人会計の人だよね。あー、そうだね、ひぼっちゃん、ひぼっちゃん、ひぼっちゃん、大衆に向かわせましょうか。で、我々二人で。はい。はい、大衆2名ね。で、おや、ちなみに、あ、そうだ。トトクいないわ。いても一緒か。一応、トトクに、2品間以上の人がいないや。トトクはすることできない。あいやここにね、ひぼっちゃん連れていきましょう。これで人が変わりましたね。で、これで何かあっても、すぐ、行けますよね。助けに行けることできますよね。助けに行くというか、途中で壊すことできますよね。まあ、ダメージ与えることできますよね。というわけなので、じゃあね、じゃあこれで行きましょう。送らないとダメですね。次行きますね。友の中言を。これは、総評さんのセリフだね。貴様のようなやつは我が友ではない。酒も飲めぬくせに。と、また鉄拳を振り上げて総評の顔を張り飛ばした。見るに見かねて兵卒たちが、張飛の腕につかまったり、腰にたかったりして止めようとしたが、うるさいと。人ゆすり、体を振ると皆振り飛ばされてしまった。わははは、逃げられた、見よ見よ。総評のやつが、俺に殴られた顔を抱えて逃げていくざまを、ああ愉快、あいつの顔はきっと樽のように膨れ上がって、今夜一晩中になって、一晩中うなって寝るに違いないと。張飛は手を叩いた。やっぱダメだ、張飛は。張飛ダメだね。とんでもないこと言ってんね。もう、殴って喜んでますもんね。そして兵隊を相手に、何これ、カドリ、迫力？はい。角に力って書いてごめんなさいね、読みません。はい。取ろうと言い出したが、誰も寄りつかないので、こいつら俺を嫌うのかと、大手を広げて逃げ回る兵を追いかけ回した。まるで鬼と子供の遊戯の図でも見るように。一方の総評は、熱を持った顔を抱えて、どこやらへ姿を隠してしまったが、オウム、残念だ。と、顔のズキズキ痛むたびに、張飛に対する恨みが、骨髄にまで染みてきた。どうしてやら。ふと彼は恐ろしい一策を思いついた。早速密書をしたためて、それを自分の小物に持たせて、密かに勝敗の剣上へ走らせた。はい。勝敗まではいくらの道のりもない、徒歩で走れば2国、馬で飛ばせば1国ともかからない、およそ45里の距離であったと。ちょうど呂布は眠りについたばかりのところだった。そこへ腹心の陳宮が総評の、昇進古進、部下ですね、部下から事情を聞き取って密書を手に入ってきた。あ、ごめんなさい、ちょっとごめんなさいね、ごめんなさい、してください。将軍大きなさ、なんか異民族一級に増えたね。大丈夫か。あ、私こんなとこ行っちゃダメだね。五条原から移動しないと。五条原からどこまで行こうかな。すぐ兼業に帰ってこれないといけないんでね。丹陽、工場校行っておきましょうか。行くとしよう。で、どこまで行くのかな。ちょうど呂布は眠りについたばかりのところだったと。はい。やっぱりちょっと待ってくださいね。呂布は眠りついたところだったからですね。無理やり、一気しましょうか。いやー、しかしでも張飛こうやって読むとやっぱりひどいやつだな。まあ総評さんもね、ちょっと大人げなかったのかな。必殺で、守り逃げね。
いやこれ守り逃げ硬いな。はい、とこれ無事に済む前に見ていた方がいいのかな。あでも誰か行けるけど、行けるけど、ああ妖精、あ妖精さんがまだ行けるんだね。はいはい、このサウザと、あこのが、あらららら、らこのはいろいろねありましたけどね。あ席やっていくんだね。でもまあもう仕方がないわね。もう人数少ないからね。あそうだ、ちょっと待って、あソンキンさん以外はまだお亡くなりになってませんね。さあ私着きましたね。じゃあ行きましょう。続きいきますね。そこへ腹心の陳旧が、総評の、ああごめんなさい、これ読みましたね。密書を手に取って入ってきたと。将軍大きなさい、将軍将軍と、天来の吉報ですだと。誰が、眠いそういうすり起こすなと、あ揺り起こすなだね、ごめんなさい、寝ている場合ではありません、決起すべき時です。あなんだ陳旧か、まあこの写メをご覧く、あご一読なさいと。誰と、ようやく身を起こして総評の密書を見ると、今徐州の城は張飛一人が守っているが、その張飛も今日はしたたかに、酒に酔い、城兵もことごとく酔い乱れている。明日を待たず兵を催してというのはね、この授け物を受けに参られよ。総評城内より門を開いて、ごめんなさい、もう漢字全然ダメだわ、使えるになんで捕まつらんでいいのかな、こう捕まつらんなのかなとあると。はいはい、あまだ行けんだね。でももうこれやることほとんど意味ないよね。あ意味ないからやめちゃおうか。もうこれ最後にしましょう。天の与えとはこのことです。将軍すぐお支度なさい。陳旧がせき立てると、あ待て待て、いぶかしいな。張飛はこの両方を目の敵にしている男だ。俺に対して油断するわけはないがと。何を迷うとおられるのです。こんな機会を逃したら、二度と風雨に乗ずる時はありません。大丈夫かな、常のあなたにも似合わぬことだ。張飛の言うは恐るべきものだが、彼の持ち前の、主教は、持って、彼方の上手べき、隙間ですかな、隙間って逆になってね、逆に書いてるね。難しいな。マスキっていうの、なんだ、官僚、ごめんなさい、こんな機会、また異民族出てきたね。なんかラッシュになったね。またこんな機会を、つかめぬ大将なら、私は涙を振ってあなたの様から去るでしょうと。呂布もついに意を決したと。関東は久しぶりに外交体験の主人を乗せて、月下の四十五里を引いて、なんだろうこれ、振るっていう字かな、振るっていうか出本のポンだね、を引いてな。難しいなこれ、やっぱり厳しいな。呂布に続いて呂布が手飼いの兵およそ8900人、馬やら徒歩やら、追っとる獲物も思い思いに我遅れちと助手場へ向かってかけたと。ああこれで5の段落終わりですね。いやもう漢字が読めません、大変ですね。あとね、ちょっとお待ちくださいね。何か変わったことあったかな、ないですね。じゃあね、あでももうあれだね、次のもうパートが結構厳しくなってきましたね。じゃあちょっと送っときましょう。あとチェックしておきましょうか。あらおお、あったあったあった、はい、そうかね、もうかなりガンガン空いてきましたね。このパートで310人行くのは無理でした。まだなんとか7人いますね。草加の方どう、もうこの席抜かれたんだね。あ抜かれてないわ、席を落とされて彼ら去ってったのか。あなるほどね、これでもあれだよね、あそうか、次やられるとここすぐ取られちゃうんだ、どうなんだろうね。でもね、
ちょっとよくわかりませんね。うわー、10万いるんだけど落とされちゃうね。あ、じゃあね、ちょっとお時間の方良くなりましたのでこの辺で終わっておきましょうか。ひいさんで三国志13後日談ですね、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。